自転車用、タイヤ陶器に用いる自転車用、スパイクタイヤ自転車用タイヤは、タイヤの内自転車の車輪に装着されることを目的として作られたもの。基本的構造は、自動車用、モーターサイクル用、各種産業用のタイヤと大きな差はない。ただ、自転車の動力源が人間であることに起因し、体系やュタる走行路面に合わせ効率の良い大きさという要因。 各国まちまちの企画の乱立などから、サイズに関するバリエーションが非常に多い。自転車の車輪は、その発生当時は、鉄製でタイヤは固形のゴムが張り付いているものだった。乗り心地を高めるためには、車輪の小道を大きくする以外に手はなく、ペニーファージングのように前輪が巨大なものが、発明されたりもした。1845年に、ロバート・ウィリアム・トムソンが、 空気入りタイヤを考案し、特許を出願した。このトムソンの特許の重要性は、社会に認められないまま時間が過ぎた。安全型自転車の登場により、車輪の小道が、昇景になったのと、ほぼ同時期の1888年、イギリスのダンロップによって、空気入りタイヤが発明され、商業化された。トムソンとダンロップとの間で、特許権の争いが一時発生したが、収まった。 チューブラータイヤ。チューブラータイヤはゴム製のインナーチューブを袋状の布で縫いぐるみ、接地面のトレッド部にゴムを貼ったタイヤのことである。自転車チューブをさらに頑丈なゴムの円周状カバーで包んだと考えればよい。専用のパイプリムに装着する。タイヤの最も古い形であり、初期の安全型自転車はこの形であったが、現在ではロードレースやトラックレースの競技用や、 一部の上級者や愛好者の使用がほとんどの割合を占める。また、その限界性能の高さから実業団のロードレースでは選手の9割以上が試合用タイヤとしてチューブラを使用している。カーカス部分は綿やケブラー繊維のような合成繊維。一部の高級品は絹が使用される。ホイールのリムにはリムセメントと呼ばれる接着剤や 専用の両面テープを使用し貼り付けて使用する。単純な構造ゆえにリム、タイヤ自体ともに、軽量で、乗り味がしなやかであり、またリムのタイヤ接触部に鋭い角を持たないため、パンクの主原因の一つである、リム打ちパンクがほとんど起こらず、したがってパンクしがたい。また構造上断面の深源度が高いため、コーナリングの挙動がつかみやすいなどのメリットもある。 ちなみに最初期のツールドフランスでは、タイヤはチューブラーしか選択肢がなく、またルールも現在のチーム性と違い、サポートカーもなく、故障は自前で、修理しなければならないという原則があったために、パンクしたら、張り付いたチューブラータイヤを歯で噛みついて、無理やり剥がした選手もいた。チューブラーの欠点は、修理や交換の手間がかかるということと、ランニングコストが高いことである。 パンク修理の手間が非常にかかる上に修理しても初期性能を復活させることが難しいので事実上使い捨てである。またリムセメントを使用する場合タイヤ交換時には接着強度が上がるのを待たねばならない分時間がかかる。近年はリムセメントではなく専用の両面テープを用いることも多い。 この方式を用いることによって、タイヤ交換に要する時間は大幅に短縮される。加えて、シーラントと呼ばれるパンク防止剤を事前に注入することで、もともと高いタイパンク性能がさらに改善されるため、ランニングコストの低減とともに、クリンチャーにはない乗り味を持つことから、徐々に愛好者が増える傾向にある、クリンチャー式タイヤの断面。水色の部分は、 異物貫通を防ぐための樹脂ベルトタイヤとチューブが別体になっている。タイヤのビードをリム内側の溝に引っ掛け、タイヤ内に収めたチューブを膨らますことによってビードがリムに押し付けられてタイヤの形状を維持する。チューブラーよりも手軽であるため、現在主流のタイプとなっており、ロードレース、トラックレース等の一部の競技用自転車を除けば大部分がクリンチャーである。 やはり専用のをリムに装着する。パイプリムとの互換性は一部の両用型以外はない。チューブラーと違い、タイヤはリムに引っ掛けて固定されているだけなので脱着が簡単。接着剤を使用しないのでタイヤ装着後すぐに走行できる。クリンチャータイヤがパンクした場合には、タイヤから中のチューブを取り出し、ゴムパッチでチューブの穴を塞ぐだけでパンク修理できる。 このように交換、修理が容易で、メンテナンス性に優れ、さらに、タイヤチューブの再利用が可能で、経済的。タイヤ自体も、比較的安価である。また、断面の形が、チューブラーより四角に近いため、グリップ力が高いという長所もある。欠点として、リムのサイドウォールと路面との間に、タイヤとチューブが強く挟まれることで、穴が開く、リム打ちパンクが起こりやすい。 この時チューブには、ヘビが噛んだように2つの穴が並ぶので、スネークバイトの別名がある。また、リムへのタイヤの装着不良、何らかの衝撃が原因で、タイヤがリムから離れた時などに、離れた部分のチューブが外に膨らんで破裂することがある。ただしチューブの破裂は、リムチパンクに比べれば起きる確率は、非常に小さい。クリーンチャータイヤには、ビードと呼ばれる。 タイヤの両端の盛り上がりがあり、これはタイヤをリムに引っ掛けて固定する部分である。このビードの盛り上がりには、従来はすべて鉄線が埋め込まれていたが、近年になって、スポーツサイクルではより軽量なケブラーワイヤーが埋め込まれることが多くなってきた。どちらが埋め込まれているかは簡単に判別できる。折りたためず、タイヤ単体でも円形を保っていれば鉄線。 柔らかく折りたためるものはケブラーである。リムとのはめ合わせ方法の違いで、O、H、HE、BE の3つに分類される。O はさらに英国規格とフランス規格に分かれている。タイヤサイズはいずれもタイヤ外径太さで表す。チューブレスは2006年以降に普及しつつある。第3のタイプで、およそクリンチャーからチューブを排したものと言ってよい。クリンチャーと異なる点として、 空気が漏れないようにリムの裏側にはスポーク穴が一切なくバルブはリムに直接装着され密封されているチューブレスタイヤはクリンチャータイヤと見た目がよく似てはいるが一番内側には空気を保持するためチューブに相当するブチルゴムの層が追加されており B の部分がより密閉性の高い形状になっているしかし基本的な構造はクリンチャーと大差ないため 多くのチューブレス用ホイールは、バルブを外し中にチューブを入れて、クリンチャーとして使用することができる。チューブレスタイヤの最大のメリットは、タイパンク性能の高さである。具体的には、構造上リム打ちパンクは発生しない。異物が刺さってパンクした場合にも、クリンチャーのチューブのように大きな穴や裂け目が開きにくく、急激な減圧が起こらないので、数キロメートルはそのまま走行することができる。 タイヤの内側はチューブと同じ素材なのでパッチを直接貼ってパンク修理することも可能。またチューブがないことによってわずかだが走行抵抗が小さくなる。デメリットとしては製品のラインナップがまだ少ないためにホイール、タイヤともに選択肢が少ない。チューブレス対応ホイールは一般的に高価である。ビードが硬くタイヤの脱着に多少慣れが必要である点が挙げられる。 リムーチパンクが起こらないという特性から、クリンチャータイヤでは不可能だった低圧での走行が可能になり、このメリットを活かせるマウンテンバイク競技においてシェアを広げ、主流になりつつある。低圧にできるチューブレスタイヤでは従来のクリンチャータイヤよりグリップが向上する。近年、ロードバイク用のチューブレスタイヤも市販されるようになった。2010年8月時点では対応ホイール足島の カンパニオーロ、フルクラム、ケインクリーク、コリマ、A クラスから、タイヤは IRC というチンソンから発売されている。タイヤサイズの表示例自転車用のタイヤは、折りたたみ自転車で使われる6インチサイズから36インチサイズまで40種類以上存在する。タイヤサイズは、外形とタイヤ幅で表記される。例えば2613、8と表記されたタイヤは、 英国規格の26インチサイズでタイヤ幅が13、8インチとなる。26インチサイズとは、タイヤ外形が26インチということではなく、予備形である。HE タイヤは、タイヤ幅が小数点表記される。例えば、26、1.75というタイヤは、HE 規格の26インチサイズでタイヤ幅が1.75インチということになる。分数表記。 小数表記での区別は日本国内で見かける主要な製品だけに適用される。欧州の一部では小数点表記が英国規格、分数表記が米国規格である。フランス規格はタイヤ外形をミリメートルで表示し、対応するタイヤの太さを示す記号 ABC という添え字を付けて表記する。添え字は分類の都合で付けられるもので、概ね138が A サイズ112が B サイズ134が C サイズとされているのだが例外的に A サイズが何ミリという決まりは外形ごとに異なる例もいくつかある。イギリス式のインチ表示と同じく先にタイヤ外形を決めてあるので表記 ABC と太くなるにつれてリムの外形及びタイヤビード径が小さくなる。例えば28インチ711.2ミ、mm、リメートル すなわち外径700の場合を例にすると、A サイズのビードミ 642mm、B サイズのビードミ 635mm、C サイズのビードミ 622mm という具合になっている。というのが基本的な考え方である。しかしの表によれば、欧州諸国においても700の A サイズの使用例は皆無であり、同 B サイズの使用例も一部の国を除いてほとんど、 なくなっている。そして C サイズ用リムに対して細いタイヤや太いタイヤが使われるようになったこともあり、さらに太さの数字を添えて表記する。例えば 723C という表示は700、C サイズでタイヤ幅2 3ト、mm、ルということになる。自転車用タイヤの規格は乱立しているため、どのタイヤがどのリムに適合するか表記だけで判別することが難しくなった。 そこで、クリーンチャータイヤにおいては板と、エトルト、ヨーロピアンタイヤリムテクニカルオーガニゼーション。欧州タイヤ及びリム技術機構の統一基準によるサイズが併記されるようになった。板と表記では、タイヤ幅を前にタイヤのビード径をハイフンで区切って表記する。前述の26138は、板とでは37から590、26インチ。 HE261.75 は47から559、723C は23から622となる。自転車のタイヤを交換するとき、板と表記が同じであれば交換することが可能である。製造メーカーによっては、B と K の表記が 1mm 程度異なる場合も、装着可能である場合も多い。ただし、リムの形状が HE かオで引っ掛け部の形状が、 異なるので注意は必要である。ブロックタイヤ、セミスリックタイヤ、路面に直接触れるタイヤの表層部分には濡れていたり、ぬかるんでいる路面とタイヤの間の水分を排出して滑りにくくするための溝がある。この溝をトレッドと呼び、この部分の突起や溝の有無で以下のように分類できる。チューブチューブはクリンチャータイヤ特有の部品でタイヤ内の空気を保持するための浮き輪と同じ。 ドーナッツ状のゴム風船のようなものである。チューブにはバルブがあり、便器口により空気が充填できる。チューブはブチルゴム、ラテックス、ポリウレタンなどで作られる。チューブはタイヤ側とリム側に接しているが、リム側のスポークなどの突起物で穴が開き、パンクを起こす場合がある。これを防ぐため、リム側にはリムテープを貼るパンクを防止する。 空気保持力が高く安価で耐寒性も高いブチルゴムが材質として最も普及しているが競技用自転車ではより軽量なラテックスゴムが用いられることも多くポリウレタン樹脂も用いられるこれらのチューブは軽量でしなやかだが空気が抜けやすく空気圧のこまめな点検が必要であるまた耐久性もブチルゴムに劣るチューブは自転車の走行ですり減る 消耗品である。タイヤが転がると接地面でタイヤが変形し内部のチューブとタイヤとが擦れ合う。タイヤが転がるとタイヤ内面がチューブを削り薄くなることで空気漏れを起こしたりパンクを起こすのである。これを防ぐためにタイヤ内面にタルクの粉末を塗り滑りを良くすることもある。空気圧が低ければタイヤの変形量が大きくなりチューブの減りが早くなる。パンク防止には リムーチパンクを防ぐという意味でも、タイヤの空気圧を適正に保つことが重要である。また、適正空気圧は、ほとんどの場合、タイヤの横辺に 00PSY、レーバーなどと表示されている。物式バルブ、米式バルブの場合は、この数値を参考に、一般販売されている、空気圧ゲージ付きの自転車用空気入れで手軽に、適正空気圧まで空気を充填、加圧できる。 シティサイクル、ママチャリ等に多く採用されている A 式バルブの場合は A 式から B 式に変換するアダプターで外側を B 式バルブにすることにより空気圧を計測しながら空気を充填できるようになる。現在ではチューブ部分がウレタン素材になっているノーパンクのものも存在する。A 式バルブの原理図 B 式バルブの原理図バルブは空気を入れる部分の便である。 全5種類があり、そのうち日本で一般に見られるのは、JISD9422 自転車用タイヤバルブに規定されている a 米物の3種類が主要である。各バルブに合致した空気入れを使わないと正しく充填できない。空気入れの中には複数のバルブに対応したものも多くある。またバルブ間の変換アダプターも200円程度で売られている。米式バルブと 物式バルブはその構造から専用の圧力計を使用して空気圧を計測することができる程度までしか測れないためこれ以上の高圧タイヤの場合は使用できないこのため空気圧の調整管理が容易であることから競技、スポーツ用自転車のほとんどには米式か物式いずれかのバルブが採用されているまた現在の英国では実用車も含めて 物式バルブが主流である。パンク修理はそれほど難しい作業ではない。穴の開いている場所を探し、下流剤を使ってパッチを貼り付けるだけであり、コツさえつかめば誰にでも簡単にできる。なお、避けて大穴が開いてしまうバーストなどチューブの損傷が激しい場合は、修理を施してもチューブの強度を確保できないため、チューブ自体を新品に交換した方が良い。 破裂音がしたら、バーストである。パンク修理キット修理に必要な工具と部材の、セットチューブを浸水させて、パンク箇所の位置を確認している、様子バルブをリムに固定しているナットを外す。タイヤレバーを、バルブの反対側の位置で、リムとタイヤの間に挿入した後、タイヤレバーの後端をスポークに引っ掛け保持する。 ある程度の範囲を外したら、タイヤレバーや指などを外した部分に入れて、タイヤを回し、タイヤ全周を外す。チューブをタイヤの外へ引き出すことが目的であるためタイヤの片側が外れればよく、リムから完全にタイヤを分離する必要はない。バルブ頭部を押し込み、リムからバルブを外す。空気を入れ、水につけて穴開き箇所を探す。水の容器は、チューブ全体を浸す容量は、 必要なく、チューブを部分的に順次回し浸すことで足りる。穴は一箇所とは限らないため、最初に穴を見つけてもチューブ全周にわたって穴を探す。穴はマーカーで印をつけると良い。バルブの弁を押し込むなり、虫ゴムを外して空気を抜く。紙ヤスリで穴の周囲をこすり、チューブ表面を荒らす。ゴムのりを穴の周囲に塗り、数分置く。 穴が中心になるようにパッチを貼り付け、強く押し付ける。パンクの原因となった物体がタイヤに残っていないか探し、残っていたら除去する。怪我をしないよう十分注意しながらタイヤリメを撫でると見つけやすい。バルブをリムに通し、そこから残りのチューブをタイヤの内側に入れる。この時、バルブを軽くナットで止めると作業がしやすい。 すべてのチューブを内側に入れねじれていないことを確認したら少しだけチューブに空気を入れる。この状態でタイヤをリムへ装着するとチューブがタイヤとリムの間に挟まることを防ぐことができる。バルブの部分から順にタイヤをリムに装着しバルブの反対側でタイヤレバーを使い装着する。事前に空気を入れていた場合レバーが必要な場所に来たら空気を抜いて 手でチューブを奥に押し込み、タイヤレバーでチューブを傷つけないよう配慮する。バルブを固定した後、チューブがタイヤとリムに挟まれていないか確認しながら、少しずつ空気を入れる。挟まった状態で放置すると、そこからチューブがはみ出し風船が割れるように大きく、パンクしてしまう。異常がないことを確認後、適正な空気圧にする。ありがとうございます。